皆さんこんにちは。10月真ん中のノノガーデンです。あの暑すぎた夏が終わって秋がちゃんと来ましたね。秋ってどうしてこんなに落ち着くのでしょう。春のパステルガーデンもとても明るく可愛らしいですが、秋はこっくり深みのあるカラーが多く、春とはガーデンの色合いが全く違います。風も確実に冷たい風に変わり、これから冬が来るんだなぁと次の季節の気配を感じます。ガーデン開拓の当初に自宅に庭から移したヒメノウゼンカズラ、暑さ寒さをずっと共に歩んできている戦友のような存在です。冬に地上部はなくなるのに、春から秋まで成長して毎年10月にお花を見せてくれる大切なガーデンメンバーです。春にかぼそい苗を植えていたメラレウカ、コットンキャンディー、お花を見つけてテンションアップしちゃいました。去年の今頃はアサギマダラも来ていましたが、ウジバカマ、こんなに咲いているのに今年は来ないのかな。涼しくなり始めのこの時期は植え替えや新しい苗の植え込みの季節じゃないですか。園芸コーナーにも魅力的な宿根草が並ぶようになり、ワクワクですよね。今年の初夏にたくさん花を咲かせたペンステモン、大きな株に育っていたのに夏の間にモグラと根っこを傷める虫にやられてしまいました。処置が遅れてしまい、残ったのは小さな2株だけ。新しく元気な苗がお手頃価格で売っていたので購入しました。ペンステモンジングルベルという品種も初めて見たので購入してみました。初めてのものはうまく育つか心配ですね。こちらも初めまして。明るいクリーム色のお花の写真に惹かれたセファラリア、私は初めて聞く名前でした。ガイラルリアのゴールドパイン、グレープに続きパインも仲間入りです。ガイラルリアは暴れん坊なのが悩みですが、形も色も可愛い花をたくさん咲かせられるようにうまく管理したいです。2週間ほど前にたくさん花を咲かせていたグレープセンセーションも暴れん坊が過ぎたのでカットしました。これは廃日陰と書かれていたのでパーゴラ下に植えてみましたが、見るからに消えてしまいそうな細さです。大丈夫かな。ノノガーデンではカラミンサもうまく育たなくて有名ですが、
いつものネペタより花が大きく種類が違いそうでしたので挑戦してみましょう。幅を利かせる千日紅は冬にはなくなると想定して、下の方に私の好きなデイジーも植えてみました。ここからはリベンジ組3名のご紹介。2年間ずっと調子悪く、とうとう今年の夏に消えてしまったエキナセアパリダ。形が好きすぎるので諦めきれずに再挑戦です。パールアカシア、こちらも冬の防寒対策が遅れて枯らした経験ありです。このふわふわの葉の触り心地と白っぽく輝く葉の色が、諦められず再挑戦。昨年10月に植え付け、冬越しできなかったレインボーユーカリ、レインボーのロマンを捨てきれず、こちらも再挑戦。去年植えた時には植樹にちなんで暴走シート道をレインボーロードと名付けたり、看板まで作ったのに設置の前に枯れてしまいました。これらのリベンジ組3つは今回もダメだったら潔く諦めます。いえ、もしかしたら無理だと分かっているのに、悔いなく諦めるために買ったのかもしれません。植えてからずっと弱ったり芽吹いたりを繰り返すアカンサスモリスト、こちらも同じく強弱を繰り返すカラーリーフ、どちらも少し日陰に植え替えてみました。想像と少し違ってウームとなっていたワイルドオーツも場所を変えましたが、すでに下からは元気の良すぎる笹のようなワイルドな新芽がみっしりでびっくりしました。ボックセージが揺れる後ろで一生懸命働くのはヤスちゃん。菜の花の芽出しの準備です。あれだけ言っていた紫ルーシャン、占領していた場所から抜いたのは良かったのですが、やっぱりかわいそうでここに植え直しているというおバカな私たちです。ここには安売りされていたライラックを10月14日に植えました。葉っぱは確かに傷んでいますが、春には綺麗な新芽が芽吹かないでしょうか。モグラが来るのが怖くて100均の小さな洗濯かごに植えてみました。ヤスちゃんが火花を抜いてきれいに耕したところに、
菜の花禁止エリアに出てしまっていた菜の花の芽を丁寧に抜いてきて野菜畑のように植えました。他の部分には菜の花の種をまきました。毎週末ごとに苗を植えたり種をまいたり着実に春への準備を始めています。涼しくなってきて次は何をしようかと週末が楽しみなノノガーデンです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。